主人様がね、剣の人と弓の人と仲直りしたんだって。槍の人はよくわかんない。こうと戦う準備ができるって思ったのにね、また村が変な人たちに襲われちゃうんだって。クテロ、それって美味しいのかな。盾の勇者の成り上がりシーズン3第12話、守るべき者たち。ご主人様、ティーロの分までお姉ちゃんを守ってね。